おはようございます。ペイです。今回は山口県の日本海側を3泊4日キャンピングカー車中泊旅。今までに山口県は2度ほど通過はしているものの、旅をするのは今回が初めて。さあ、どんな食を楽しめるのか、一体どんな景色を見られるのか、果たしてどんな時間を過ごすことができるのか、そんな期待十二分を持って訪れた山口県は、私たちの想像を超えた温かさと美しさで受け入れてくれました。それでは、古き良き時間が流れ、美しい大自然が包んでくれる山口県3泊4日キャンピングカー車中泊旅、本日は最終日の模様をお届けします。そして動画の最後に大切なお知らせがあります。よろしくお願いします。途中藤の花がね、綺麗でしたね。まあ、あんまりね、天気が良くなかったんですけど、まあ、その藤の花はこんな感じ。まあまあ、天気良かったらね、すごく綺麗だったと思うんですけど、まあ、光があんまりなかったんで、まあ、そんな感じで、はい。で、ここでですね、SL というか、この向こう側のところに、JR 山口線っていうのが走ってるんですね。で、そこをおそらくですけど SL が通ると思うんですよ。ですみたいなと思ってるんですけど、これはなんか撮影スポットみたいなのがね、多分もうちょっと先にねあるんだと思うんだよね。まあ独り言ですけどね。まあもうそんなにね、ただ通っていく SL さえ見れればそれでいいかなと思ってるんですけど、今2時ぐらいかな、時間が。で、SL が撮るのがね、多分5時ぐらいなんですよ。まだ3時間ぐらいあるんですけど、まあ、お昼寝とかしながら待ってもいいかなとか言ってさっき話してたんですけどね。まあ、まずはここの道の駅の、物産館見に行ってみます。はい、じゃあ行ってきます。ずっと長門橋って言ってましたけど違いました。長門橋ですね。長門橋、長門橋、全然違うやん。長門橋です。はい、すいません。正解でした。ここはね、SL が通るって言って、さっき駐車場の係の方にお伺いしたら、ここ通りますよって言われたんで、ここで待ち構えたいと思いますよ。はい、なんか電車来ましたね。あ、ほんまやね。ちょうど。なんと破れている。足りない。足りない。あまり引っ張ったら破れんでもっと。なんて書いてあるの？おかえり D51 デコイチだね。SL 山口号復活運転。おいでませ。長門橋。長門橋。今は SL が撮影できそうなところ探してます。はい、ね、迷惑に、ね、ならないところがないかなと思いながら、道からね、道とか車の邪魔にもならないような場所がないかなと思って結構うろうろしてるんですけど、まあ、線路はね、もうそこにあるんですよ。で、まあ、こことかだったらね、別に撮れるんですけど、もうちょっとだけいいスポットがないかなと思って探そうと思います。ソフトクリームを買いに来たんですけど、ちょっとなんか面白そうなスポットが
あるかどうか散策したいと思います。お届けできました。ペロしてじゃあいただきます。ありがとう母ちゃん。はいはい。何やめろ溶けてきとる。じゃあいただきます。どうぞ。んどうですか。全然ちょっとちゃうだよこれ。なんか、うん、ねっとりしとるじゃん。どれどう母ちゃん、うん、なんかちょっとちゃうやろ。本当だ、美味しい。つるっと、ぬるっと。どっちやねん。お風呂の、お風呂の下やねん。ぬるっとつるっと、どっちや。なんでこんなんすんねん。なんなんこの悩ましいポーズ。セクシーやん。もうおしまい。はい、お座り。うん、美味しいですね。よかったです、ね、ダメもうおしまい。今私たちは道の駅長門橋、さっきまで長門橋って言ってましたけどね長門橋にいます。で今は SL を待ってます。私の背中側に JR の山口線の線路が通ってるんですけど、そこを SL が通過するのが、5時6分やったかな、うん、6分なので今3時53分なんで、あと1時間ちょっとかな。その SL をどうしても見たいんで、それを見てから温泉の方に行こうかなと思ってます。で、待ってる間、休憩で、パン食べようかな。また食べるかっていう。なんか、多分この動画を見てる方たちは、食べてんのばっかり見てんちゃうかな。そうですよね。食べてるもんだって。うん、食べてるな。さっき、そうね、食べてますね。まあ、いただきます。これ何でした？これ米粉パン。あ、そう。あれ、これも？これ米粉パンやったと思うな、これ。はい。美味しそう。はい、いただきます。うん。うん。普通、何したの？何したの？普通にかじっとったでも。なんかかじらへん。舐めるね。うん。母ちゃん。はい。SL の撮影に来てます。どうですかね。撮れるかな。こんな感じのところ。お。うまく撮れるかは分かりません。電車、多分 SL は来るみたいなんで、うんうん、期待してますけど、はい、若干小雨がね、あ、そう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 、雨がね、ちょっと降ってきてるんですよ。なんで今やねみたいなね。持ってくれたらいいですけど、雲がね、めっちゃ早いですね。緊張してきました。ねえ、初めて人生で。じゃあちょっと見てみましょう。すごいな。吹いてる？吹いてるんじゃない？すごい。出てる。
かじゃん。すごかった、ね、感動しました、ちょっとすごかったですよ。なんかすごい良かったですね。もうめっちゃ感動した、うん、なんかいっぱいみんなも手振ってくれて、手振ってくれてね、中から、うん、よかった、すっごい、うん、かっこよかったね。かっこいい、うん、なんかもうかっこいいですね、うん、頑張れってなった頑張れってなった。なんかこのカキカキ感が、このこういうカキ感がさ頑張れってなった。もう興奮さめやらない感じですけど、すごい良かったです。かっこいい、初めて見ました、人生。動いてるの初めて見た、うん、よかった、よかったです。これは一見の価値ありです。はい、今から道の駅長雲峡を出て温泉に行こうと思ったんですけど、家内がどうも携帯を落としてたみたいで、で、それを、これから交番に取りに行くことになりました。まあそんなに遠くはないみたいなんで、12キロぐらいなんで、すぐ着くと思います。もうそこには届いてるみたいなんで、まあ良かったですけどね。じゃあ行ってきます。すいません、交番ってでかいんやな、うん、ちっちゃいのか家のなんかな。あ、普通に、ま、本当やね、町みたいに大きくないですけどって言われたけど大きいやね。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は14分です。母ちゃん終わりました。出所してきました。すごいね、親切な、ね、方々で、もう本当にこれからどこへ行きますかとか言って、はい、温泉探してますとか言ったら、ここがいいですよって言われたんで、そこへ行こうと思います。私は出所した家内を迎えに来ます。すいません、良かった、無事にね、ご迷惑をおかけしました。戻ってきました。母ちゃん、はい、ほっとしました。すいません、出所した家内を迎えに。待っててくれてにゃんちゃん、ありがとう。まあ、いろいろ書類手続きが大変なんですね。だからこうすぐに警察署の方々も、昔はこんなんじゃなかったんですけどねって言っておられましたね。なんかもっと昔は本当にもうパッと渡してそれで終われたんですよって言って、もうすいませんとか言ってすごい気を使ってくださって、もうこっちはもうすいません、もう本当に迷惑をかけてしまって言ってたんですけどね、はい、まあ良かったです。で、温泉の情報も聞いて良かったです。やっぱり何ですかね、このなんかこう困った時に警察の方のありがたさってよくなんか分かります ね、優しさがね。うち一回すずがね、うちはね仙台家のすずがね1歳半ぐらいの時にね家出をしたことがあって、家出というか大きいワンちゃんに追っかけられてびっくりしていきなり走っちゃって首輪が抜けてそのままいなくなっちゃったんですよ。そういうことがあって、その時もね警察署の方がね親身になってね探してくださって、うん、でもう家内はすごい泣いてたんですけど、その時その泣く家内にね、ワンちゃんは必ず帰ってきますから賢いですからって、うちの子も2度ほど家出しましたけど帰ってきましたからってね言ってくださったことがあって、すごくねしみたことがあったんですよ本当に。で今回もねなんか優しい言葉をかけてくださってね、本当にありがとうございました。ご迷惑をおかけしました。じゃあ温泉行きたいと思います。燃料がなくなってきたんで燃料を入れようと思って、今はまださっきの警察交番から、そんなに距離走ってない山の中なんですけど、安いのか148円、そんな安くないか、148円、向こう149円。でもそうか、わざわざ戻ってきたのに。前期の価格で表示されてたみたいで、結局同じぐらいでした。
地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は49分です。運転お疲れ様でした。なんかでっかいとこやね。お母ちゃん、はい、ここは道の駅ツアーのかな、かな、ね、多分後で調べときますツアーのだと思います、はい、でここでね温泉に入りたいと思います。じゃあ行ってきます。温泉の受付でジャンカードを提示したら110円引きって言われたんで車まで取りに行ってきました。使います。かんちゃん、はい、温泉気持ちよかったね。気持ちよかったです。この声聞こえますかね。田んぼだと思うんですけどカエルがねすごい鳴いてるんですけど、あのなんか懐かしい感じするよねそうやね。あんまり自分たちがね住んでるところではねカエルの鳴き声って聞こえへんな、うん、海が近いからやと思うんですけどね、うんうん、でもこの辺りはねカエルの鳴き声が聞こえてすごいね、なんかなんでかな、ホッとしますね。まあもともとねあの山の方、私山奥から出てきた人間なんで、ガオー出たなんでかもしれませんけどね。でここのね売店はね9時まで開いてるんですね、はい、あらこの物産館が9時まで開いてるっていうのはね助かりますね。そうです、安心ですね。じゃあ、あいい風、気持ちいい、いい風ですね。じゃあ凪のところに帰ります。暗闇へ、おー今は山口県と島根県の県境あたりの道の駅ツアーの温泉なんですけども、こっから自宅までは420キロぐらいですかね。で、今からもう帰りかけていって、で途中のサービスエリアかパーキングエリアで今晩は車中泊しようと思います。明日はね多分天気がねちょっと荒れるようなことを言ってたと思うんですけど、うん、まあもう今の時点で風がビュービュー吹いてるんで多分ね雨も降ると思うんで、できるだけね今晩走りたいなと思ってるんですけど、まあ眠くなったらもうどこかで休ませていただくっていう感じです。じゃあ出発します。まあまあ良かった、うん、良かった、うん、森の他に、うん、なんかゆっくりできた、ゆっくりスペースがあった、うん、いいや、左 OK、はい、行きます。続いて料金所です。その先90メートルで右方向広島方面です。今私たちは中国道のサービスエリアで、吉羽サービスエリアだと思います。そこに入って、もう今夜はここで休ませていただこうと思ってます。今朝からね、風がすごい強かったんですけど、夜になったらね、さらにね、強くって、結構走るの大変やったね。なんかここまで来るのでも、すごくね、煽られちゃって、風に。で、もう、それでね結構疲れたんで、本当はもうちょっと走りたかったんですけど、もう今日はねここで休もうと思います。じゃあご飯
いただきましょう。お腹減りました。はい、でこれが今朝道の駅千座キッチンで買ったヒラメです。今回はねもう作らずにお惣菜パーティーで行こうと思って、これも全部千座キッチンやったかな。そうですね。あ、これが、鮫島食堂、はい、ね、これ鮫島食堂で買った、これね、アジのね、アジのアジ巻きって書いてあるんですけど、アジなんですよね。これ美味しそうですよね。うん、美味しそうです。このイカ飯もね、これちょっとね、可愛くないですか。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。ああ、これヒラメ。美味しそう。はい。うん、美味しい。ああ、美味しいやろな。美味しそうやもん。どうですか。うん。うまね、うん、うめえ。うなぎも1個な、これ1個だけやで。はい、どうぞ。はい、1個だけね。美味しかった。飲み込んで味分かれへんじゃん。これで涼しい。よいしょ、うなぎ熱いんやって。あ、いた、またやった。大丈夫、お布団、え、違う、お布団ちゃう、何ハウス行って今の時刻は12時42分です。やはり遅くなっちゃいました ね。ゆっくりねご飯食べさせてもらって、でコーヒーもねもうリラックスして長い時間ダラダラしながら飲んでました。まあその時間がねやっぱ幸せですね。で明日はですね朝ゆっくり寝て340キロぐらいですかね帰宅するのに、でその距離をまあ夕方6時ぐらいまでにつければ理想ですかね。まあもうちょっと遅くなるかもしれないですけどね。じゃあね、もう今夜は寝たいと思います。本日もありがとうございました。おやすみなさい。母ちゃん出発しようか。はい、あ、なぎちゃん出発しましょうか。帰るで。どこ行くの？一人で帰るの。なぎちゃん帰るさ。はーい。あ、上手。上手。帰ろ。上手。ご視聴ありがとうございました。
この配信をもちまして、ボーダーコリーとペーサン家は3週間の間お休みをいただくことになりました。次回の配信は6月28日金曜日18時半からの予定です。そして私たちがお休みをいただいている3週間、その行き先は